してくれてないのかね。開いてるかもしれんな。これ大きい、一番大きい円墳でございます。ああ大きいね。これはね、南海溝やから、南海溝見てみましょう。これもどうもね、混むやな。これ開口してないのかね。この大きさやからね、奥行きが何メートルでした？円墳で25メートル、高さ 2.3メートル、それで船道が 5.8 メートルあるの、もうちょっとあるそうやけど、どっから測ってんのやろな。この辺から測るんやったらね、7メートルぐらいあるけど、で現実が約 3.9 メートル、4メートル、幅 2.5 メートル、高さ3メートル、そのもんかね。じゃあ入ってみましょう。ちょうどね、西に照らされてよう見えますわ。明かりいらんぐらいだわ、ライトは。この前ライトなかったんでね、お高160、70あるような感じ。これは大きな石使ってくれてるんですね。奥の石1枚2枚3枚で、天井石もね、天井石は1枚2枚か、すごいですね。この古墳群でこんな大きな石碑があるとはね、知らなかったね。残念やね。来たことなかったんやからね。いやいやいや、横は通ってたかもしれないんだけどね、見てないやね。ちっちゃいね、BC 群かな、 BC 群ぐらいしか見てないもんで、そらあかんわね。すごっ、これは絶対見てもらいたいね。すごいんですわ、石塚古墳群の中では。でこれ硬そうで約 10m あるんですよですね。大きいですわ、最高。硬そうだよね。ああすごいですよ、これこれ豪族の墓石はすごい。こうか、ここから測ってるのかな。この辺は後で踏んだみたいな感じだね。これはどうなんだろうな。ちょっと組み直した可能性もあるね。ああ最高でございますこれね。6世紀の後半ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ D5 踏みましょうか。 D4 踏みやから、どうやろう。 D5 踏んかね、こっちは。高さ1メーター10、20度ですけど、手前がね。こっちは細かい石が多いけど、これはどうなってるんだ。これはちょっと怖いの、怖いね。この実はこうか、一番高いところで140、150センチとこか、いるうちで100ちょっとしかないかな。ちょっとね、かなり石かましとるんでね、後で組み直したのかね、これ。体で。怖いわ。はい。
ありがとうございました。あれが4、あれだ。あれが4、5分だろ。これ3、5分かね。ちょっと狭いわ、低いわ。頭打って、痛い。ちゃんと帽子かぶってたけどね、今日はね。16、5分。16、5分。16、15、14って、石碑入れるんかね。入ってみましょうかね。はい、まず16から。大概ね、これだけの古墳やったらね、ね、5分ぐらい古いんやけど、全然普通ないんで。はい。結構大きいんですよ。これ奥まで10メーターぐらいあるんですよ、手前から言ったらね。高さが1メーターぐらいか。よいしょ。はい、だから。この辺が1メーターぐらいしかないからね。ちょっと狭いんだけど。この高さはこれ2メーターぐらいありますよ。ね。ああ、硬さ出てこないでしたか。ああ、これちゃんと見たら怖いね。ずいぶんかましてあるからね、一応ね。はい、中井は無用。ここはね、ちょっとね、1メートルぐらいしかないからね、大変なんですよ。ここ手前の石がね、ぐーっと盛り上がってるから入るの大変だけど、出入りは。ああ、70センチ、80センチじゃないか。それでもね、高さ2メートルぐらいあるからね。おお、こんな切り方。このちょっと石がね、ちょっと飛び出ますわ。怖いわ。ええ、硬さで。これもね。ああ、組み直してありますね。ちょっとやっぱりビビりますわ、この興奮は。言うと狭いからね。出るのが。これが一番小さいか、この中では。それでもまだ湯口がフラットやから、80センチぐらいあるか。まだ入りやすいぞ、ね。15分よりも。高さ1メーター5、60センチ、60センチぐらいか。硬そうだよね。これもね、おそらく組み直したら可能性あるね。いっぱいかませ石が多いからね。やっぱ怖いね。ぐらぐらってくると。はい。天井に残ってるけど、これは赤でいらんね。おお、綺麗。この組み方綺麗やわ。1メーター40、50ぐらいあるけど。あら、無双だよ。袖が重いんで、これは。あら、ここないかね。ここも天井石ありませんか。B95 分、石棺。石棺は、これはね、復元した石棺や。復元石棺でございます。石棺がここだけしないんですよね、入ってるのは。この石棺どこに行ったんだろうな。あそこの博物館に置いてあるのかね。大きめに使ってくれるよね。片袖でございますね。
これ最初見た時ね、これがもう苔がいっぱい生えてすごかったんでね、もう古いのも置いたら思ったら違いましたわ。風景も出てもらいましたか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ15分今終わりました。ありがとうございました。